ラグサ共和国の城壁などの様子をそのまま伝えるドゥブロブニクラグサ共和国は現在のクロアチア共和国ダルマチア地方のドゥブロブニクにあった都市共和国である1358年にハンガリー王国から独立し15世紀から16世紀にかけてアドリア海及び地中海貿易で絶頂期を迎えた1667年の大地震を契機に その頃の地中海貿易の不振と相まって衰退が始まった。1806年にナポレオン軍に降伏し、ナポレオンのイタリア王国に併合された。ナポレオン没落後に開かれたビーン会議では、オーストリア帝国の国力回復を目指す外相、メッテルニヒが議長となっていたこともあり、ラグサ共和国の再独立は認められず、オーストリア領ダルマチアの一地方として、 オーストリア帝官領に併合された。以後、再独立することなく、現在に至っており、1991年以降は、クロアチア領となっている。現在、ドゥブロブニクには、ラグサ共和国時代の城壁や、その他の建物がほぼそのまま残っていて、世界遺産にもなっている。ラグサラグサ共和国。ありがとうございます。